い、皆さんこんにちは。ファミツアップコラクハンタイガースクライです。そしてはい、超強力カードゲーマーチャモスです。どうぞ。美少女カードゲーマー竹中プレゼントです。はい、よろしくお願いします。はい、ということで本日シャローバースデッキ紹介ですね。はい、本日竹中さんに紹介していただくデッキを教えてください。うん、砂白ドラゴンです。はい、砂白イエルを軸にしたドラゴン。はい、はい、ということですね。はい、はい、早速じゃあデッキを見ていきましょう。はい、はい、デデンと。なるほど。まあ元々があのバハムート降臨が始まって、うん、もうドロシービッチばっかりだったんですよ。うんうん、5000円したら4000円ぐらいドロシーだったんで、うん、それに負けたくねえなっていうので作ったデッキがこれなんですよ。なるほどなるほどなるほど。まあ砂白で3枚。そうですね、はい、これ出したいの基本的にはルシフェルなんですね。ルシフェルですね、うん、はい、ルシフェルは、砂白で出るとまあ、ファンファーレは発動しないっていう作用の特徴なんですけど、うん、ルシフェルのターン終了時の効果はなぜか手札に戻る前に発動する、はい、ので4点回復しつつ1体処理1体処理結構これが大きくて、うん、なんでゲイザーとかも全然あのサイズ的に処理できるし、うんうんうん、あとこれドロシー以外にもアグロバンプにもこれを PP ブーストから5、6ターン目に出せると大体勝負決まる感じですね。なるほど、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ早速ね、じゃあランクマッチでしょう。はい、フィニッシャーとしてはフィニッシャーは基本的にバハか、はい、あとドロシーウィッチャーも3回ドロシー砲を打たせて、もう手札あの山札切れで勝つとかですね。うーん、結構はその遅延遅延というか、はいはい、もう回復で粘りがち、はい、じゃあやっぱルシフェル先生が偉大ということですね。そうですね、かなり、はい、あとまあサラマンダーブレスがかなり強いとかあるんですけど、でも最近ちょっとドロシー の確率が減ってるんですよ。はい、なんで結構これはしんどいですね。ネクロとかあとビショットとかと当たると結構負けちゃうので。なるほどなるほど。結構遅めのデッキですもんね。そうですね、かなり遅めです。エルフも結構しんどいんですよね、これ。あ、守護ないですからね。はい、リノエルフで3枚見てられてボーンってやられると泣いちゃうんで、うん、そう、ブレイジングが誰に打つか。メインに打つのか打たないですね。いや、ここで卓戦を、はい、まあ僕ユニコ流しちゃいますけどね、はい、流しますうん、まあ、ユニ2-2-2が大事っていうのもねあるってことですね。まあゴブリンが出てきた時だけはユニコ出したいんですけど、はい、それ以外は別に出す必要はあんまりないかなという気は、うん、なるほどなるほど。さあ、ところで竹山さん、ユニコマスターランクおめでとうございます。あ、ありがとうございます、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ようやくあの、ね、ちょっとね、人権を得たって感じがするねようやくここでね、おしゃべりできるかなっていうので、はい、まあまああれですね、はい、お正月ドロシービッチ倒して上がったんで、まあブリングはまあお察しということで、まあドロシービッチに愛されていたと。デンデン、はい、さあ、はい、まあよくあります。さあ、エンシェントエルフだけはやめてほしい。さあ、この速さははい、守りの位置はよくあります、ね、必ず守ります。守ります。はい、守りました。さあ、4ターン目、さあ、しょうがないですね。目指して、はい、してやる。まあ、これ進化して6点食らうのがエルフのお得意パターン、うん、やめて、ね、やめてやめて。はい、ソースさんは、はい、そう、バハムート、はい、注目してましたが、うん、はい、あ、そういえば、実際こう環境始まってみてどうですか、バハムートは。うん、まあ、結構だからドラゴンで使って、はい、強いですね。うん、うん、強いですよ、バハムートは。バハムートはやっぱ偉大ですよね。うん、ドロシーだろうが何だろうが焼き尽くすと、出してしまえば全て破壊し、いや、本当バハムート強いですね。え、それ大丈夫ですか。いや、倒せないですけど、しょうがないです。なるほど、なるほど。そっちを取ったと、しょうがなし。まあ、しかし、はい、その、まあ、バハムートの話に戻ると、はい、アグロヴァンパイアが今多くて、はい、多いですね。でも環境がどんどん早い方に来てるんで、うん、バハムートの10が辛い辛い。10までいかないマッチアップがかなり多い、うん、多いですね。そうですね、またちょっとなんかネクロとかが増えてちょっと遅くなったりすれば、うん、また、うん、使おうかなと思うんですけど。美味しいですね、これは逆に。さあ、ただもう2度圏内、あ、これ、あ、よしよしよし、サラマンダーブレス、もう2度圏内ですけど、しょうがないですね。だから結局、伊達さんはどうですか。伊達さん、かなり強くないですか。伊達さん、強いんですね強い。
いや僕も結構好きなんですけど、うんはい、強いと思うんですけど、そのこいつを7コストで出したい、出す時って2体以上倒したい時が結構多くて、うん、でこいつ出す絶対1体しか倒せないじゃないですか、うん、あ、これはですね、やったらオアですね、言ってますね、これはね、昆虫がオアですね、はい、出たり入ったりして、はいはい、ちょっと今回3コス動けなかったとか、まあよくありますね、しょうがないですね、これは、はい、もう1回お願いします、はい、はい、あれですよね、あのフィーナでが入ってるのはあれは砂漠でやっぱニュートラル増やしたかったっていうのもあるんですかね。ニュートラル、あと純粋に砂漠からミニゴブリンメージ、はい、でそこからユニコかマサムニを引いていきたいっていうのがあって、なるほどなるほど、はい、守れる、うんですね、ミニを引きたいということですね。結構最初はゴブリンマウントデーモンだったんですけど、うん、なんかめちゃめちゃ武闘されて、うん、もうなんか嫌だってなって、最低でも2体並べられるフィーナしようって言って、なるほど、変えちゃいましたね、まあ、フィーナは結構あの誰でも使えるフロフェンみたいなところありますよね、うん、ビショップあれ違う、ロイヤルですね、レイ様です、レイ様、はい、さあちょっと PP 加速したいですね、したいですね、はい、来てください、来た、高校じゃないですか、高校ですよね、ユニコ返しちゃっていいな、ユニコは返す、いや僕の最近の、はい、なんかロイヤルと当たる時って大体なんかミッドレンジからコントロール寄りなんですよ、あ、だ結構遅めというか、なんかあれ何て言うんでしたっけ、あのファングスレイヤーとか、うん、あとアレキサンダー積んでる人も結構見ましたし、うんうん、なんできっと遅いんで大丈夫です、まあ今その帰ってきました、ね、フェイスをロイヤルでやる意味が薄い感じはありますね、うん、まあバッファイアでやった方がっていうのがありますよね。さあユニコー出てきた時点でやっぱりフェイスって感じじゃないですね。そうですね、多分アルベールで9ターン目まで生き長くいけるんで、うん、ゆっくり叩こうってデッキなんじゃないですかね。そうなるとやっぱ守護欲しくなりますね。守護欲しいですね、うん、こうなってくると。さあジークを出すか、ジークをヘイリング次のターン、ラオイを出すか、ロフェン出てくるじゃないですか。いや、先行ですね、相手は、うん、あ、なんか僕高校だ、はい、まあ、最近だとあの突進のやつとかですかね、あの、あれ結構いるんですよね。これ回復しておきますね。443のやつか、はい、443の狼みたいなやつ、あと332のやつもいますね。そうですね、まあ、332ならまあまあまあいいんですけど、332あれルシ、何でしたっけ、バンプなんて言うんでしたっけ、はい、ミニでしたね、ユリウスでしたっけ、ユリウス倒してくれるからすごい偉いですよね、偉いですね。さあ、ここは全処理できますね。まあこのエミリアも強いんですよね。エミリア強いですね。これ結構あれですよね、ドロシービッチに対しても、あのアグロバンプに対しても結構ストッパーとして優秀ですよね、はい、こいつ。いやもう本当に優秀以外の言葉がないですね、うん、先行ロイヤルの先行のためやっぱり結構ウィークポイントだったんですけど、うん、ピッチリ埋まった感がダブルなんでします。確かに今まで入れるのって何だったんでしょうっけ、ね、先行はあいつです、剣を掲げよう、あのホワイトジェネラルとか、ジェネラルさん、あと22が2体出てくる、あのまあなんとかの勇猛たる騎士みたいな、騎士みたいな、うちもまあそのやホワイトジェネラル強い時は強いんですけど、やっぱ何もいない時に出すと悲しいですからね。そうですね、進化使っ、さすがに使うか、進化どうしようかな、進化結構取っといちゃうんですよね僕。まあいろいろあります。よっとさよなら。あ、これはダメですね。ダメ、なんか、はい、出したから思ったんですけど、はい、あれですね、そういえば3体出すとエミリアが安くなるんですよね、サブリーダーなんちゃら君が。まあでもこの状態でエミリア出すかって言われると、うん、大丈夫、話あるね、大丈夫、あのオーレリアとか出されてもよかよか、別にいいので、よかよか、これ絶対長いやつじゃないですか。さあもう伊達さん覚醒してますね。これは伊達強いですね。あー強いです、強い、さあこれ結構相手としてもねえ、坊さんうざい、必殺残ってますし、乙姫で倒したい、あのもう進化権残ってないんですね。よかよか、サラモンダーブレストが引きたいですね。結構さっきのジークの進化強かったみたいですね。強かった、よかったですね。しのぎきっ
て見せようがあっても出したくない。うん、うん、伊達さんなんか本当に優秀でバハムート何回も倒してくれてるんですよね。あっ、おお、一残りますね。さあ、一残るもん。さあ、もう、お、あ、どっちでいいかな。今出す必要がないんですよね、あんまり。あ、そうですね。5で5、4。あ、でも2体並べて、これ勝ちにいっちゃっていいんじゃないかなって気もしますけど、2体並べて、はい。え、ルシフェル進化、あ、なんかそんなのもありかなと思ったら、ああ、まあだってね、椿ジャイスレアなさそうですからね。そうですね、ロイヤルの8ターン目動きを9ターン目になると、そのあ、アルベールさんが、アルベールがクラワンとか言ってパンチパンチとかしてくるんで結構めんどくさいんですけど、8ターン目は結構ウィークポイントじゃないですけど、うん、ああ、これ出してくるやつですね。隊長、任せてください。さあ、これでね、長期戦でどっしりやろうという、うん、どっしりやった方がいいですよね。で、アルベール来ても全然ライフに余裕があるので、ルシフェル王女来られるかな。ライフに余裕はない、あるんですけど、アルメン取られるんですよね、あいつ。あ、そっかそっか、ダメージを受けないが乗ってるんで。確かに確かに、まあ、めんどくさいんですよ。でもルシフェル倒すルシフェル出すってことですか。多分今ルシフェルでも多分アルベールが 3-3 の6だったんで、あー、倒しきれなくてって。あー、でもそんな、まあ、1体突っ込んでですね、うん、なるほど、ね、なるほど。そっか、そう考えるとアルベール超強いですね。アルベールは強いですよ。さあ、構えろ。お、なんかすごいいっぱい出てくる。おお、これで、あれですね、結果的にトリットが勝てたっていうパターンですね。まだアルベルあるかもしれないんで、ね、まあ分かんないですからね、相手の手札は。バハムト、バハムト、ドゥドゥン。おお、これはもうバハムトだ。音声認識だ。はい、これはしかしですね、相手にバハムトがある可能性が。そうですね、あとファングスレイヤーで突っ込んでくるパターンもあるんですよね。さあ、しかし何もないと。バハムト、来た。辛いですね。これは一応除去れますね。一応そうですね。除去れますけど、2枚使うのはちょっと嫌ですが。ですけど、まあ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 。まあまあまあ。釣りもいてバハムトが結構きついですね。そうですね。なんかでも動き的にはありそうな感じ。まあ、2枚は入りますからね、なんか。ああ、オリビエか。オリビエ、なるほどなるほど。強いですね。勝利まであと1個だ。なるほど、これでアルベールが10点パンチ飛んでくることになったんですよね。バハムト、あ、音声反応しますね。いやー、やっぱ答えてくれますね。年末年始からね、ずっと触ってたんで。あー、ほらね、ダメ、その子もう。なるほどなるほどなるほど。あ、どうしましょう。お、回復、回復、チェデン。ああ、いいんじゃないですか。ルシフェルいつ出すんですか。ルシフェルは、はい、そろ出したい。あ、本人出しましょう。強いですね。出したいんですよね。あ、伊達さんもいるから。そうですね、もう大抵怖いもんはなくなった感じですね。そうですね、うん、母がもう一回来ても全然、ま、政宗で愛しとれるし、アルベールが、あ、アルベール2連打は、あれですね。あ、あ、なるほど。進化を見た。8。私は名優たちを信じている。多分相手乙姫いないですよね。もうなんか入ってなさそうですね。なんか、バハムトもあり。いやー、でも出しどこじゃなくていいですね、ここは。なんかサラマンダーグレスもあるし、バハムト出してもいいような。うん。3枚目、10で10、まあリサラとかいい出しましょう。もう来てくれたら答えてくれますね、これすごいな。では決して落とさせん。でーって。おー、いい、うん、うん、すごい粘ってきますね。なんかね、恐竜大合戦みたいな。あ、これは強いかもしれない。ここのドラゴリンはちょっと強いわ。強いですよね、これ。進化使っちゃうのもったいないな。まあサークル誌でもいいし、何でもいいっすね、ここ、うん、どれやってもどれやるか間違いなさそう。これで欲しい。
フォルテ欲しいっすね。フォルテ入ってないんですよ。なんで結構フォルテとかジェネシスドラゴンとか入れたいカードがあったんですけど、その入れるとどうしてもあのドロシービチに押し負けちゃって、なるほど、それがもう絶対許す無地だったんで抜いちゃったんですよね。あ、これアルベール引きに行ってるじゃないですか。もうやったやったやった、やめて。この一歩は勝利のために、全身全霊で叩き切る。ふむふむふむ、ニコ頑張ります。さあ、サラマンダブレスの餌食にできそうですが、引きつけるのも、あ、でも2枚ないわね。うん、待ちましょう。申し訳ありません。長いですね。結構ロイヤル戦ってこうなっちゃうんですよね。椿もファングスレイヤーも入ってて、まあ、だからこっち側としては攻めのカードがないので、やっぱりまあ相手の攻めのカードひたすらさばき続けて勝つ感じですね。危険な息つき、ほい、あ、ライブラリーはどっちが切れるの早いですかね。こっちの方が早いのかな。いや、今のとこはあっちの方が低いんですけど、多分そこまで、まあね、オリビエが多分もう1枚ぐらいは入ってる気がするんで、早めに終わらせたい。これも処理しましょう。申し訳ありません、ご主人様。アルベールも多分手札に沿ってる可能性が高いんで、そうっすね、ちょっとランクカード分のアイラとかタクセンとかその辺のカード分でなんか差がつきそうな気がしなくもないですけど、まあ、サムネがやってくれれば助教、そうですね、守護はささっと倒したいですね。あの、そうですね、これ六眼で押してない、シェンシェン、えらい、ナツツアンサーで伊達さんは取られる。あ、でもね、ニコイ忍者アーツ強い、もう潜伏マスターだ、マスター強い忍者アーツ。ライブラリーにな、これ書いてるカードがもういないんで、ああ苦しい、やってですかね。あ、ルシーじゃない、ルシーか、もうルシー、このルシー一回見せてますからね。世界の蝶、お前を救おう。でどうしようかな、置かなくてもいいんだよな。置いていいような気もしますけどね。どうでしょうね、変わんねえな。あなたの痛みをやられてしまう、長いやっぱ僕この前もなんか、はい、ヴァンパイアの試合で超長かったんですよね。まあその辺は編集でね、きっといい感じにしてくれるんでノーカット、ノーカット。オリビエ1枚でしょ。さてさて、結構多分こちらデッキにアイダとかタクセンが残っちゃってるんだよな。そうですね、そこだけっすね。でアルベールは多分3枚入ってるでしょうし、でこれが1枚目なんで、うん、ほんとしのぎ切るしかないっすね。普通に回攻撃できるんですよ、この後強い2回攻撃強いっすね。ね、僕出したターンだけなのかなと思って油断してたら、毎回あれなんか次のターンもピシッピシッといけないって言って、うわーみたいな。ハイドラでした。いやいやハイドラでした。ハイドラって言うと弱そうっすね。急に。さあこれはさあどっちだ。いやこれアルベールあったら入ってる、入ってないかまだ。アルベール倒さないと、はい、次アルベール出されると12点ですね。アルベールあるですよね。よいしょ、シュンシュン、あ、大丈夫でしょ。アルベールは多分三積みな気はするんで、では扇風寺、扇風寺もこいつ守ってくる。なるほど、扇風寺。まあこいつでマウント取られるのもかなり面倒ではありますよね。ちょきょちょきょちょきょ、ふむ、
陶器で持ってきて、陶器で持ってきていいのあるかな。うん、プレスぐらいしかないな。まあでも陶器使うとライブラリー負けしちゃうんで、あ、ぶな、ちょ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 、これで12になって6、あ、これでアルベルで届くんですね、ちょうど。世界の調和こそが私の望みだ。神の慈悲だ。さて、さて、てって、受けて見やがれ。早い早い、早くない。ほい、全滅パターン。はい、いいな。はい、ふぅふぅ、ふむふむ、7点、まあ、フィーナじゃないですかね。フィーナしかないですよね。うわぁ、もう頑張って、失踪ね。パッポッポッランサーとかでしょ。まあ、でもね、アルベルあったら結構もう出せるタイミングいっぱいあったんで、うん、まあそうですね。ロッコスのカードを全然見てないんだよな。うわぁ、なるなる、除去れないですね。なるほど、除去、あ、なんかよいしょ、はて、除去れないですね、椿。除去れないでござる。そうですね、残念でござった。でん、残念でござったな。残念でござったな。なかったな。はい、激戦の末25ターン。このゲームこんなに続けられるの。25ターンすごいな。おお、なかなか粘り強いデッキ。なかなかございます。やられちゃいましたね、はい、しょうがない。もう一回遊べるの。一回勝ちましょう。でん、ドロシービッチ、ドロシービッチ来て。逆に超越だときついですね。超越は負けですね、うん、超越だったらリタイアします。で、ネクロ引いてもリタイアします。で、ビショップ引いてもリタイアします。多いなぁ。いや、ドロシーが多かったんでそれでもいいかなって思ってたんですけど、最近は、あ、これバンパイアじゃないですか。やだやだ、あ、お、あ、ビショップ。これね、僕多分4、5ターン目にリタイアしますよ。そんなにきつい。無理ですね、これ。それは、失踪だったらいけるんじゃないですか。でも失踪入ったらいけるんですけど、勝てるパターンが PP ブーストできて、序盤でちょこちょこダメージ与えられてて、バハムート出して、テミスが1回だけで、こっちにオーディン引けてて、セラフが1枚だけみたいな感じの。なるほど。まあ、そのやっぱバハムートダイアリーにするとどうしてもビショップ、そのバハムートのタイミングで重機とかその辺置かれただけで、その後続が残っちゃうんで、バハムート系ドラゴンとビショップはまあ基本的に相性悪いっすよね、あんまり。そのネクロとビショップみたいな、なんかそういう構造の問題が結構あるんで。さあ、PP は加速できそう。そうですね、これワンチャンあって、なんでこの後、あれですね、オーディオン引けてバハムートも引けて、うん、いや、このブレイジングブレス自分に打ちたいな。いや、ダメか、ダメか、ダメみたいですね。打つ必要ないんだよな。打ちますか。いいや、避けされるのでしょうか。うん、ね、まあ、ドラゴンにはキープしますからね、うん、願い3枚目ですね。お、お、進化回しようかな。進化回しましょう。進化回して消滅圏外、圏外で一応倒して、 あれですよ、覇者の、覇者の覇者の光です、はい、だけですね。で、体力の作戦は7コスいくとくとしたいですね、ここまで来たら。悪行はそこまでや、消滅7、
これ残してくれるんじゃないですか、もしかして。邪魔の弱点、残すでしょ。あ、残さないですね。ごめん、少し休むね。残せる作戦に聞きます。一息で吹き飛ばしてやる。結構砂漠は取っとくんですね。そうですね、結構砂漠の使い方が、ライフ減ってる時にルシフェル使うか、あとまあ 1,2 普通に取るに行くことが多いですね。あの進化とルシあのもう1体のニュートラルで 1,2 取れるんで、1枚のカードで2体取るってことですね。さあエイラ、これいつもあったらルシフェル、あのサークルルシフェル出すんですよ。はい、いいんじゃないですか。サークルシェルユニコでいいかな。よいしょ。争いは見にくい。世界の調和、お前を救おう。行き先は威嚇の光式。ユニコ頑張ります。神の慈悲だ。これね、エイラができたってことで、もしかしたらねシェルフが入ってないかもしれないというワンチャンに、そうっすね、かけて純正エイラかもしれないね、うん、純正エイラだと、まあ、バハムート引けると結構大きいんで。あ、バハムート引きたい、バハムート引きたい、バハムート引きたい、バハムート来て。エイラは勝つの難しいっすよね、うん、いつ決めきれるのかっていうのが難しいですね、うん、さあこれでまあ起きづらいっすね、うん、お、さあこれでよし。お、これ13点パンチできますね。13点パンチできますね。13点パンチできますね。いっちゃうか13点パンチへ。いや、ここはするしかないですよね。行こう。でん、返せないでしょ、これ。でん、あ、おお、ルシフェル強かった。ルシフェル強い。はい、はい、ということで。なるほど。家族の企画は、ミシュリが強いですね、普通に。ドロシーウィッチと当たりたかったな。そうですね、ドロシーウィッチだったら結構理想すぎで狙えそうですね、うん、そうですね。はい、はい、というわけでかなり粘り強さを兼ね備えたデッキというところでした。そっか、2勝利の4点回復だもんね。強いっすね。いや、強いっす。はい、はい、というわけで、はい、いかがでしたでしょうか。いつものようにこの辺に PC からまたチャンネル登録のボタンがあると思いますので、よろしければご登録お願いします。スマートフォンからご覧の方は画面下概要欄の方からよろしければご登録お願いします。あと、本日アプリこのままやっております。シャドーバースの放送もやっておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではどうもご視聴ありがとうございました。